貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ。行くぞ。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。高速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。まだ一斉に行くぞ。
エレン。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いてゆくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。壁に穴を開けられた。怪我はないか？早く避難しよう。おい、立てるか？船まで走るんだ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉に
ある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい、貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシラク出身、アルミン・アルレルトです！そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました！アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです！それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ？トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ？そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た？それは素晴らしいな。貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。
何をしている？早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。ああいい、及第点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか？そうだ、取られるお前が悪い。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。なんかこういうのって燃えますよね。まるで狩みたいです。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か？捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。
夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど大丈夫かな。とにかくやってみないと分かんねえだろ。行こうぜ。なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。コニーが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。ありがとう。僕もできる限り協力するから何でも言ってくれ。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たち時に死ぬんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。急いで拠点を作れ。拠点を立てる。ここが拠点さ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。気にするなよ。フォローし合うのは当然だろ。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。
申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。マルコ、頼んだ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。ダズ、頼んだ。私たち息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろう。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。了解。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すと。奴らをまとめているのはあいつか。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっとハンデの訓練なんだから仲良くしようよねえベルトルト。え、ああそうだね。兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。おい、これ俺たち2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。ちょっと、お前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。マルコ、頼んだ。分かった。おい、アルミン、ニーナ、それで全力なのかよ。トロい奴らだな。ごめん、私足手まといになってるかな。ダズ、頼んだ。分かった。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。なあ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやる。ええ、最後まで頑張りましょう。なあ、ミカサも兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。ミカサの方にその気があればね。兄の方にその気があれば。その、とにかく頑張ろうか。すごいな、お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。
今期の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他の者をまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。